とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、以前入手した装備を使ってやってみようと思います。これだね、まずは、覆われた怒り、です。黄金スキルがクリティカル。で、エンチャントに、痛みサイクル、リフレッシュ、アーティファクトシナジー。が入ってます。アーティファクトシナジーと怒りが結構マッチするらしいので、これが多分結構ダメージ与えれると思います。で、ウィザーのアーマーがね、黄金スキルでクールダウンがついてまして、エンチャントに毒フォーカス、防護、無防です。初めてね、無防を使ってみようと思います。まあ、HP が 60% 減るんだけども、35% 軽減がついて、さらに、防護で 15% 軽減するんで、いけるんじゃないのかな？はい。まあ、ちなみに、ダメージは、これぐらいです。1600万とか出るのかな？で、さらにこれに、痛みサイクルがついて、ドラが入ると、こんな感じか。うん。クリティカルが出た時が、5000万とかダメージが出るようになるかな。で、さらに、この毒のね、ダメージがめちゃくちゃ入るのよ。うん。何百万っていうのが常に敵のダメージを削りまくるので、まあいいかなと思います。まあとりあえず、どんな感じか試してみましょう。ここがね、いい感じで出てます。王の隠れが。簡単なんでね、行ってみますよ。では行きましょう。一応クールダウンの編成が効いてるので、こんな感じでダメージも与えていけるね、矢でも。うん。で、敵がバッて来た時に、このダメージを与え、わあ、え？帯電かい。帯電変更もついてない？ちょっと待て。えらいな感じになってたな。あ、でもまあ、ワンパンでガシッてやれたんで、いいんじゃない？緊急回避みたいなところは、いけてるよ。オッケー。あ、で、回復もね、ちゃんとする。あっぶね！死ぬ！クモの巣に引っかかってたもん。はいはい。まあ、基本的に、これで移動していって、で、敵が、わっと来たときに、怒りで攻撃して、もう、ちょうどいいところに雲がいるなぁ。嫌になるなぁ。ドン。おい。ジオマンサーどこだ、お前。よし、オッケー。まあ、今のところはまあ、無謀を入れてもいけるかなっていう感じか。6% 吸収だから、まあ、HP も回復するしね。うん、全然回復する。しゃあ。ただ、食らえば痛いな。食らえば、すっごい痛いよ。まあ、そりゃそうか。HP がね、60% 減ってるんで、そりゃ食らえば痛いさ。うん。さあ、これでやっていけるのか？実際。ちょっと不安なところはあるんだけども。どうでしょう。OK。やっぱ、でもね、60% 減るって結構でかいな。しゃあ。うん。でもまあ、一撃が重いこの装備だから、まあ、HP はね、回復する。でも、囲まれた時が、ちょっと怖いなぁ。囲まれた時、対応できるこれ。うん。まあ、洞窟の中ちょっと敵多めだから、やってみましょうか。お、あ、いや、いけるわ。あ、むしろ敵をさ、近寄らせる前に、倒すっていう感じか。うん。攻撃範囲がすごいんで、近寄る前に倒す。で、この物陰から倒していくっていう感じ。うん。まあ、基本ワンパンで雑魚はいけるね。
じゃあ、あエンチャントのやつは、なるほど。若干厳しいか。おいし。でもまあまあまあ。ちょっとクールダウンの矢と合わせれば、まあまあ、やれないことはない。うん、やれないことはないけども、今のところ率先してこの装備を使おうとはちょっと思わないかな。じゃあ、あ、これはよし、あぶねえ、もう、悪くはない、悪くはないけど良くもないね。うん。はい。ということで、今日は、ちょっと新しく入手した、怒りと、ウィザーアーマー合わせて使ってみましたけど、ちょっと微妙かな。やっぱり無謀ってきついね。うん。無謀がきつすぎる。怒りに、そうね、リフレッシュじゃなくって、吸血がついてればいいのかな？吸血がついてると、さらに回復するだろうし、あー、ちょっと持ってないか。これにはついてる？あ、ついてないね。吸血付きの怒りが、ないみたいなので、まあ、また、それ集めて使ってみてもいいかもしれませんね。まあ、とにかく、アーティファクトシナジーはなかなかマッチしたのでいい感じですね。まあもう少し改良が必要です。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。